はこの番組は世の中のニッチで変わった内容の本誰が書いとんねんという書籍を集めて深掘りしていこうという番組でございます。はい、さあじゃあ今日はどこですか。はい、メロンで有名な茨城県新田市にある益子書店さん。雷の地元や。ああ、ここだそうやね。はいはい、実は、はい、このご主人が、はい、番組の YouTube を見て、はい、ぜひ紹介してほしい。そう、え、そんなんありな。鬼滅の刃のコミックスを、うん、県内で一番販売したって。まあまあ世界もね。一番入荷しただけでしょ。まあ、みんなこぞって来たやん。県内で。今週の本はこちらになります。はい、顔はめ看板ハマり道。顔はめ。これはあれですね。エロ本自販機の匂いがしますね。ちょっとその類ですか。一般の方で、うん、趣味が高じて、うん、あの本を出版したって。ほうほうほう。これは趣味なんや。ほうほうほう。やらないもんね、わざわざね。まあね。今のところ全ページ滑ってはいます。やめろ。今から来はんねん。よろしくお願いいたします。お願いします。はいはい、はい、この方や、塩谷智之と申します。塩谷さん、塩谷さん、はいはい、塩谷さんはそもそも何をされてる方なんですか。私ですね、あの、はい、制御盤って呼ばれる電気設備があるんですけども、うん、それを作ってる製造業の会社で総務をしております。あ、じゃあもう全く本とは関係ないところで。顔はめパネルとはもう何の縁もゆかりもない、ね、ほうほうほう、はい、それがなんでこんなに顔はめすることになったんですか、これは。そうですね、もともと日本に結構あるものなんですけど、うん、で、まあ、あったら私も撮ってたんですけど、はいはいはい、まあ、ある時ですね、ちょっと捨てられてる顔はめ看板みたいなの、うん、あ、せっかく見つけたから撮りたいなと思って、うん、お店の方と話して、うん、で撮らせていただいて、はいはいはい、いや、こんなに熱心に撮ってくれる人がいるんだったらもう一回置こうかなっていうことで。あなただけでしょ。でもその撮ってくれる人がいなかったから捨てられてたと思ってたんですけど、まあ、それでまたちょっと感動してですね、うん、これはいろんなところ撮りに行ったら面白いかもなっていうのをその時ぐらいに思って、まず一つの看板を助けたところから始まるんですね。そうですね。白井さんの、はい、今までどれぐらい回りはったんですか。今までで、うん、今4500万。そんなんあんの。マジで。これは何、調べて行くんですか。もう今は調べて行ってますね。自分で調べてそこにハマりに行くっていうの。ハマりに行くっていう目的なんですね。っていう名目なんですね。ハメることはその別に恥ずかしいとかもないんですか。しおやさん、どん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 なくなっていきましたね。 まあ、お願いしますって言ってこう、はいはい、お願いして頼んで取ってもらって。そうかそうか、人に見ず知らずの人に頼むんか。一人で行くんですか、大体その旅は。そうなんですよ。それでやってたところあんまりうまく取ってくれないっていうのがちょっと続いたので。はいはい、どういうことですか、あんまりうまく取ってくれないっていうのは。パネル全体を写したいんですよ。まあそりゃそうですよね。パネルを撮りたいっていうのがあるんですけども、やっぱここら辺だけ撮られたり。確かにね、二、はいはい、人用とかだと、はい、もうなるべく埋めたいので。どうするんですか、そういう時。一人で完全に行ってる時は本当にそこら辺にいる人に、知らない人と一緒に、知らない人に一人で来てまして、はいはい、二人用なんでって言うとかなりの確率でハマってもらえます。そうなんや。結構驚くべき8割9割。断られる時もあるんですか。ありますね。どういう断られ方なんですか、それは。一番辛かった断り方っていうのは、うんうんうん、なんでなのかっていうのをずっと聞かれて、なんでなんでお前は、うん、そういうことをやる、ずっとやり続けて、結果、ごめんなさい、やっぱり無理ですって言われて断られます。ちょっと説明して。情熱を。これ顔はめパネルのその魅力は何なんですか。やっぱりですね、うん、生まれては消えなんですよね。結構気軽になくなっちゃうので。気軽になくなっちゃう。あ、そらな。そうなんや。すぐ死んじゃうんやな。すぐ死んじゃう。だからはめ損なった看板もいっぱいあるんすね。いっぱいありますね。はめたかったっすもんね。はめたかった言わずな。本になるきっかけ自体も、うん、あの二人用の看板にハマってもらいたいんですけどもって声かけた人が本のデザインをやってる人だったんです。そんなとこからですか。ブックデザインをやってる方で出版社の人が面白がると思うんで声かけしますねって言って、で本当にそれで連絡をくださって、そこからこの本ができたと。すごいね。これ写真がいっぱいあると、はいはいはい、ドイツ村ね。やっぱ一番好きなのはこういう手書きの看板の方がやっぱ味があっていいなっていうふうに思う。だって後ろ多分あれ子供でしょ。あれ子供ですら撮ってないんです多分。もう背向けてるもんね。滞在時間は非常に短いです。
ほんまにもうこれハマって入場料だけ払って取って出てくるとかも結構ある。それ奥さんなんて言うんですか。だって結婚する前に一回すごい怒られて、入って1枚取って出ようとしたら、いやこれはちょっと親に言うわって親に言う報告、そんな人とは一緒になれないと。結婚前に報告。はいはいはい、ああいいじゃないですか。これも忍者、忍者手書きの感じが素晴らしいですよね、うん、一番やっぱりテンションが上がるのは、うん、あると思ってないとこにある偶然見つけたやつだと、めがけて行ってないとき、そうですね、急にフラッと あると、うん、すごく動揺しますよね、うん、あっあるってなんだよ二人用だみたいな。二人用はまだ用意せなあかんねん。オケシ、あこれは手持ちですね。最近結構この、あほんまや。座ってるやん。ほんまや。膝の上置いてるやん。移動できるんですよ。いや店の人みたいに言うけど、移動できるんですよ。いやもういいわからんもんこれは。これなんなんこれは。これめちゃくちゃ珍しくて、ガーデニング賞っていうのがあるんですよね。ガーデニングの大会なんですよ。その中に、あの庭にですね、顔はめ看板を置いた強者がいてですね。それどうやって見つけたんですか。それガーデニングに全く興味ないんですけども、あのイベントに置かれることが最近こういうプリントものとか多いんですよ。それを目当てというか、もうちょっともしかしたらちょっと博打であるかなって言って行ってない時もあれば、やっぱこういう感じである時もある。なんで真顔なん。そうなんですよね、顔はめ看板が主役だと私じゃないとと、はい、自分は常に一応真顔で撮るようにしてます。その眼鏡はこの頃もうつけてたでしょ。そんなのこだわりがある。あやっぱりぶつかるんですよそれだけのことか。それだけなんや。できることならつけときたいそうなんや。あこれすごいやん。髪の毛はこれ何、どうなってる。これはですね、あの顔のせタイプなんですよ。顔のせ看板、はい、亀じゃないんや。のせもあんねや。のせもあるんですよ。これちょっと角度ミスってません？こっちに向いてほしかったなってちょっと思うんですけど、横に真正面じゃないじゃないですか。そうですね、これかなり昔なので。あ昔の俺だと。いやでもそう、そう今の俺だとこれはありえないと。あちょっと違う方向確かに向いてるかもしれない。何これ、おへそ。かなり変わり種で、へそも出せる顔はめかも。すごいなこれ。でもこれこだわり的にはやっぱ上着も揃いたかったでしょ。これ色がですね、でちょっと自分の服見えてますね。あれこれも相当若い時ですね。いやいやせこいな。なんかそのあんまうまくいってないの若い時っていう。山笠ね、お祭りのやつですね。無料案内所やんこれ。そうなんです。えめちゃくちゃ、めちゃくちゃ珍しい。おお入って撮ったことですか。本当に無料案内所の中に設置。これは誰と行った時ですか。これは一人で。あ、よかったですね奥さんとは行ってない。奥さんとは。これはあれでしょ、たまたま入ったら会ったことないの。これはめがけて行った。いやいやいや、そうそうそうこれは行ったら頭の頭だな。ハマった後、はめたこれは、それはめがけて行った。これは何。これですね、和歌山県 のホテルにあった看板なんですけど。確かにあるね。隣にいらっしゃるのおかみさんで、おかみさんと一緒にその場でスカウトしたという撮ってください言って。あおかみさんもいい顔してますね、やっぱりね。ちょっと最初はあの拒絶というか、女性でたまにあるあるなんですけど、あの女性が入る看板じゃないとちょっと嫌だって。あるある。男性誰が共感すんの。お侍の方にはハマってくれない。いや、あ、そうなんや。あるんやね。やっぱその辺が女性なんですね。ちょっとあるんですよね。これは何のために撮るんですか、この。何のために、僕がですかね。はい。僕も知りたいですね。なんで撮ってるんだろう。なんで撮ってるんだろう。顔はめ看板自体が、絶対この人に喜ばれようと思って作ってるものだっていうのがあるので、基本的にそのコミュニケーションがそこで生まれるというかですね。結構まあいい話が聞けるじゃないんですけど、それがずっと続けてる理由としては大きいと思う。出会いもあるんですね。そうですね。やっぱ人のために作ってくれてるっていうところに触れられるっていうのはすごくいいところだと思いますね。これはいつまで続けるんですか。もうですね、死ぬまで続くというのが目標というかですね、ありまして、都道府県ごとに
その都道府県の顔はめカモンを紹介するっていう本を今あの長崎県と青森県で出しまして、それをあと45冊出したい。全国行く10版もかかってないのに。すごいね。そうなんや。まさにですね、一度ハマると抜け出せない。ああ、ね、いいですね。この人だけですけどね、まあこの世界ですよというです、はい、俺はもうあの面白いよっていう帯のここはめれるようにしときます。意味が分からへんや。ここ面白い。ここにあの修也さんがはめれるようにしときます。はい。